そう、第30回の懐かしのロックフェスティバルということで、はい、記念大会に出させてもらって、高校球児じゃないんだけど、まあ、30回ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。本当みんな決められてきたんかちょっとさっきは軽妙なデカ調のトークと素晴らしいギターテクニックがあるので、なかなかやりにくいところがあります。指さばきね。指さばき。ということで、D&D's、デレカンドミノスの、コピーをやってます。ということで、1曲目、アイリック・ダウェイからいきます。ベルボトムブルース。
梅ちゃん。
ターをフィーチャーして小さい羽でいきます。Thank you.
どうぞ。ちょっとその機材の関係でショートブレイク。最近の機器はなんかいろいろ途中でメンテしてやんないといけないのか。なんか15分おきに、30分おきぐらいに何をする？再生、録画ボタンを押し直さないといけない。そういうもの。じゃあ次の曲は、ディアズリズにとっては新曲になります。まあこういうものなんかいいと思います。いいといいと、変なことないよ。はい、いきます。真実を話せ、Tell the truth。Thank you.
一番緊張するゲーム。課長と同じく今年二十歳という息子と娘がおります。なんだこっちゃ、まあ、お互い大変ですよ。まだまだ。いつになったらお金がかかんなくなるの。まあ二人で愚痴ってもしょうがないんで。次行きますわ。次、はい、Got to get better in the little while という曲で、デレカンドミノスの、アルバムには入ってなくて、後に出たライブの中で初めて出てきた曲です。Thank you.
行けちゃう。
僕の後ろになってしまうという。ドラム前だけんだよ。ドラム前だけ。ドラムコメスみたいにドラム一番前で。もしかしたら。こういろいろこうお皿を並べるのが趣味ということで。今ね、今年になっていっぱいまた増殖しています。何枚あるの？もうこんなちょっと形の変わったやつとか。穴が開いてますとか、いろいろあのまた買ってきちゃったって言って持ってきてくれます。で紹介するな。星野さん。はい、次、ベースに行けまして、20年もののベースらしいです。ヤマハ SB だね。BB だもんね。長く愛用してきたギター、ベースを。いいよ、そうでしょう。ということで、今日はあのエボリ。シマンがね。国産。そうだ。よくわからない。よくわからないらしい。もらいもんらしい。嘘。ということで、はい、あのオンベースいけちゃう。いけちゃう。はい、で、彼が本来はアニメじゃないや、メタルのギタリスト、メタルのギタリストで、もう無理やりこうキーボードやってもらってるという、ひでえバンド、確かにそうかもしれない、もう九州にある時期転勤で行っていて、で戻ってきた時に、まあ規模でやってって言って、それからもう何年？ 3年キーボードやらしちゃってます。こんなに拘束されてる。たまにはそのメタルのギター弾いてもらうといかんかなということで、いつか弾く機会を。トッピング違うか。はい。と彼神園さんって言って、神はゴッドの神で、園という字が変わっていて、国構えにあるとい こう全国でも有数な神園らしいです。読めなかった最初前回は。ということでキーボード園くん。で次が、ミカちゃん、有名なミカちゃん。タッキーズといろいろ今年ライブ何回やったって聞いたら30何回よくその細い体で持つなと感心してますけど、今年まだ3本あるらしいです。すごい。ということで、あの恒例に頑張ってほしいんですが、でちなみに今彼女が持っているタンバリン、これがあの自分 あの僕の会社の忘年会で景品で当たった24年ものです。ヴィンテージです。いい音するでしょ。スナックにいっぱいあるよ。同じ形でいっぱいあるよ。いいのタンバリン。ということで、ギター兼ボーカルの、ギターじゃない、タンバリン兼ボーカルのミカちゃん。で、最後、なんか紹介してくれる？青木さんです。はい、ギター兼ボーカル青木です。ということで、最後の曲です。ワイダーズラックトゥーリソさん。
最後の曲、レイダーをやらせてもらって、レイダー。